令和3年12月17日です。本日は、金曜日、金曜夜9時からの金曜ウレタンレースを配信したいと思います。よろしくお願いいたします。前半戦はワイドツーリングクラスです。前半戦ワイドツーリングクラス、14台エントリーいただいております。練習走行はすでに終了しておりますので、予選第1ラウンド第1組ご準備の方お願いいたします。出走ドライバーは勝田選手、綿崎選手、片山選手、凛太郎選手、渡辺知事、浩樹選手、赤木選手、以上7台走行です。前列グリッド、勝田選手、片山選手、渡辺知事、赤木選手、以上4台前列グリッドです。勝田、和、渡辺知事、赤木、前列グリッドにお付きください。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。キングレワイドツーリングラス予選第1ラウンド第2と3分間周回スタートです。スタート10秒前。さあスタートしました。おっと、一方のクラッシュ。さあ、オープニングラップトップで帰ってくるのは練習走行好タイム。おっと、さあ入れ替わりがあったか。さあトップ、勝田選手、2番手カズちゃん、3番手渡辺知、4番手ワッタン、5番手リンタロウ、6番手コウキ、7番手赤井選手。さあ上位、さあ暮らしちゃった。あ、抜けたのは渡辺、白ピンク色のマシン、すぐ後ろ渡辺知事、勝田、カズちゃんの順1、2、3、4、少し間が空いて5番手には凛太郎、白赤のマシン、6番手浩喜、7番手赤木。さあトップに立ったのは白ピンク色のマシン渡辺、その後ろ白青が勝田選手、渡辺知事、カズ、凛太郎の順で続く上位5台、少し間が空いて浩喜が6番手、7番手白いマシンが赤木選手。さあ4番手が入れ替わった。トップは2番手勝田、3番手渡辺知、4番手凛太郎、5番手カズ、6番手浩喜、7番手赤木。レース残り時間は1分45秒です。残り1分45秒、3分回周回レース、まもなく折り返し地点というところ。トップ白ピンク色のマシン渡辺、2番手勝田選手、少しあっと見せた。さあ入れ替わってあるある。さあ渡辺トップキープ、2番手変わって渡辺っち、3番手凛太郎、4番手カズちゃん、5番手勝田、6番手浩喜、7番手赤木。残り時間は1分20秒です。3分間周回レース、折り返し点を過ぎました。残り1分20秒、トップ依然白ピンク色のマシンが渡辺、2番手渡�辺っち、後方 0.4 秒、3番マットさあ点とかったか。3番手これで勝田選手、4番手カズちゃん、はい大丈夫よ。ラスト1分、ラスト1分、修正できますんで大丈夫ですよ。ラスト1分です。トップ割った2番手渡辺、3番手勝田、4番手カズ、5番手凛太郎、6番手浩喜、7番手赤木。残り45秒です。金フレワイドツーリングクラス予選第1ラウンド第1ヒート。さあ現在後半セクション計測から最終コーナーストレートに入っていく白ピンク色のマシン、トップ割った、その後ろ後方 1.3 秒で白青のマシンが勝田選手。さあ3番手渡辺知、4番手凛太郎、5番手カズ、6番手浩喜、7番手赤木。さあ残り20秒です。残り間もなく10秒、浩喜が2コーナー外側ピットイン、あっとラスト10秒。さあトップ割った2番手勝ったがテルトノーズ 0.2 秒差、まもなく3分経過。さあここでタイムアップ、次からゴールとなります。さあゴール、ゴール、ゴール、レース続行中、レース続行中、ゴール、ゴール、はい電車ゴールです。トップゴールは37分3分5秒91。はい、では続きまして、予選第1ラウンド第2組ご準備の方お願いいたします。出走ドライバーは上松選手、かっちゃん、松井選手、とめちゃん、N 村選手、中尾選手、店長。前列グリッド、上松、松井、N 村、店長、上松、松井、N 村、店長、前列グリッドにおつください。はい、スタートします。ちょっと待って、
ちょっと待ってもらえるかな。ならない。僕応援してもらっていいか。応援もね。スタート10秒前。さあワイドツーリングクラス、予選第1ラウンド第2ヒート、さあまずトップで帰ってきたのはかっちゃん、2番手とめちゃん、3番手上松 N 村、N が変わって松井チャンス店長、さあトップかっちゃんが少し抜け出してきたか。さあ2番手とめちゃん、3番手上松、4番手 N 村、ここが近い2、3、4。さあかっちゃんとめちゃんの差が 1.3 秒。さあ徐々に差が広がってきている。さあ2、3、4は等間隔のコンマ5度ずつ。おっとここでとめちゃんが残り2分。さあここで順位の入れ替わりが、2番手に上がってきたのが上松、とめちゃん、チャンス君、N 村、松井店長。さあ、残り1分40秒。さあ、かっちゃんが抜け出た。さあ、2番手上松との差を 2.1 秒。さあ2番手、3番手も少し離れて 1.6 秒。さあその3番手チャンス君のすぐ後ろにとめちゃん、少し離れて N 村松井がまた近いで、少し離れて店長。さあ残り間もなく1分。さあトップカッチャーが残り60秒。おっと、これ2番手上松選手が少しずつ詰めてきているぞ。 1.8 秒。さあ残り45秒。さあ近いところは、残り30秒。さあ残り30秒。さあかっちゃんがいいペース、さあ上松さんもいいペース。さあ間もなく残り10秒。残り10秒。近いのは3番手、4番手ね。松井さんゴール、かっちゃんゴール、店長ゴール、上松さんゴール。あと1台、N 村さんがまだ走ってます。はい、電車ゴールです。ありがとうございました。ワイドツーリングクラス予選第1ラウンド終了しまして、集計が出ます。はい、暫定コールは2組トップゴールかっちゃんが17分3分008ゴール、惜しくも18届かず。暫定2位上松選手、中尾とめちゃん、あっさんと上位5台。本日は14台エントリーですので、6名8名ということは、暫定6位勝田選手まで AC 暫定 AC の残っております。17分3分6秒7秒の間が AC のボーナーです。では続きまして、ワイドツーリングクラス予選第2ラウンドへ参りたいと思います。出走ドライバーは勝田選手、綿崎選手、片山選手、凛太郎選手、渡辺吉、幸喜選手、赤木選手。前列グリッド、綿崎、凛太郎、幸喜、綿崎、凛太郎、幸喜、お三方前列グリッドにお付きください。金売れワイドツーリングクラス予選第2ラウンド第1組、まもなくスタートです。はい、よろしいですか。では参ります。金売れワイドツーリングクラス予選第2ラウンド第1組、3分間周回でスタートです。スタート10秒前。
スタートしました。ワイド巨人クラス予選第2ラウンド第1組。オープニングラップトップで帰ってくるのはどのマシンだ。あ、ごめん、一旦ストップ。はい、やり直し、どんまい。運も実力のうち。はい、失礼しました。再スタートです。はい、では参ります。スタート10秒前。さあ、再スタートとなりましたが、2回再スタートもトップ、凛太郎抜けてきた。2番手勝田、3番手カズさん、4番手コウキ、5番手赤木、6番手ワッサン、7番手渡辺氏の上番レースオーダーとなりました。さあ依然トップ凛太郎、2番手勝田選手は後方 0.5 秒、カズちゃん渡辺コウキと続く 1,2,3,4、 5番手に少し間が空いて白ピンクのマシンがワッサン、6番手白警告リン渡辺氏、7番手白いマシンが赤木選手。さあレースの方は序盤の45秒が経過いたしました。残り2分15秒です。残り2分15秒、トップ凛太郎、2番手勝田、3番手カズちゃん。さあこの3台が抜け出てきたトップグループ、4番手グループはコウキ・ワッサンの2台、6番手ワッサナビッチ、7番手赤井選手。残り2分。さあレースは残り2分です。1分経過いたしました。トップ依然凛太郎、2番手勝田選手は後方 0.25、 3番手カズちゃんが 0.6 秒、4番手ワッタン、5番手渡辺吉、コウキ、ワッタン4番手、5番手渡辺コウキ、6番手渡辺吉、7番手赤木。レース残り時間は1分30秒となります。折り返し地点です。3分間周回レース半分が経過いたしました。依然トップ凛太郎、白赤のマシン、そのすぐ後ろ白青のマシンが勝田選手、ストレートの2台。さあ少し間が空いて3番手単独のグリーンのマシンが片山選手、4番手ワッタン、5番手コウキ、6番手渡辺、7番手赤木。残り時間1分10秒です。残り1分10秒。さあ凛太郎がこのままトップ守りきれるか、2番手勝った、生かしたか。さあこれで1、2入れ替わり。さあ残り1分、トップ入れ替わって白青のマシン勝った選手、2番手銀太郎すぐ後ろ、3番手にカズちゃん、4番手ワッタン、5番手渡辺っち、6番手コウキ、7番手赤木。残り45秒です。レースは残り45秒。さあトップを譲って銀太郎が2番手変わって勝った選手、このまま逃げ切れるか。カズちゃんが3番手、ワッタンがじりじり後方詰めてきている。そして渡辺親子の5番、6番争い、ここで勝った。レースは残り30秒です。残り30秒。赤木選手もいい感じ。残り25秒。さあ残りは間もなく10秒というところ。トップ勝った2番手凛太郎、タイムアップ。重かったの今。そのまま走り切ってくださいね。走り切ってください。今めっちゃビジーだった。ちょっと待ってね。ちょっとチェックです。トップゴラ勝った選手17分3分1秒07で間違いなし。あ、大丈夫、カウントしきりました。さあ上位2台が3分1秒台をマークいたしました。さあ2回目、勝田選手、凛太郎選手、片山選手、渡辺幸輝と上げてきました。赤木選手も上げましたよ。自己ベスト更新です。では続きましてワイドツーリンクラス予選第2ラウンド第2組、ご準備の方をお願いいたします。出走ドライバーは上松選手、かっちゃん、松井選手、とめちゃん、井村選手、中尾選手、店長、前列グリッド、かっちゃん、とめちゃん、中尾、もういかつい、いかつい、いかつい3台が前列グリッド。これあくまでランダムで組み分け決めてますからね。
なんかいきなり重たいの。さあスタートしました、金売れワイドツーリングクラス予選第2ラウンド第2ヒート。さあまずトップでカート、さあトップで帰ってきたのは、おっとりんたろー転倒、りんたろー転倒N 転倒した N 村を起こしに行ったりんたろーが転倒さあトップかっちゃん、2番手とめちゃん、3番手松井さん、4番手上松さん、チャンスくん、店長 N 村かな。さあ第1ラウンド同様かっちゃんがギリギリとリードを広げるか。さあトメちゃんが、さあまだまだ食らいついてるぞ、 0.7 秒差。さあ少し離れて、松井さん、おっと上松さん落ちた。さあ、松井チャンス、おっとトメちゃんがミスター、これで一気に、おー6番手まで交代。さあ、さあトップかっちゃんは大きくリードを奪って2位との差を4秒。さあ2番手に上がってきたのがチャンス君、3番手松、おっとここで生かして3番手上松、松井、おっとトメちゃん店長入ってないかな今のね、入ってないかな。さあ残り1分10秒、これ何残り時間言うてないですよね。あ、ほんまに喋ってない、うん、残り60秒さあラスト1分、さあ1位2位の差は変わらず 4.3 秒、あとさあ2番手チャンスもちょっとミスター、さあ2番手以下がちょっと、4番手松井さん、さあ残り35秒、さあトップかっちゃんはあっと1回目のタイムは残り30秒、さあ残り30秒、さあ1位2位がペース的には悪くない、さあ残り15秒、あ、あ、近いところが残り10秒、うん、止まってる、止まってるね、止まってるけど動いてる、はい、タイムアップ、2番、5番、6番、5番、7番、1番、5番、6番、これは飛んでるね、一周ずつぐらい飛んでますね。これ17年もなるかな、16になってるから。電車ね、一周ずつは飛んでますわ。1週間やったら1周。こんなエラビジよな。ああ、3分9秒か、2周かな。まあ、ゴールタイム、ゴールタイムさえ取ってくれたよ。ああ、そうや、これやん。2周飛んでるね。そうや。はい、はい。だってもうなんかスタートする時から、めっちゃ遅れとった。超重たい。なあ、せやな、再起動しましょう。回収した、パンもまたってさ。俺も持ってた。さあ、もうすぐ。はい、じゃあ集計出ました。はい、上位6台。かっちゃん勝った、りんたろー勝った、山上松、割ったまで。じゃあ中尾選手から。決勝 B メイン、どこ選んでくださいね、あ、待て待て、計ごめんなさい、計測まだ取らないでください、一周してください、あ、そう、一周してください、一周してください、一周して、逆走戦と一周してください、1番エントリー2番エントリー3番エントリー4番エントリー5番エントリー6番エントリー7番エントリー、はい、スターティングでどうぞください。
レース前に説教されるって。はい、ワイドツーリングクラス決勝 B 面出走ドライバーは中尾選手、とめちゃん、光輝選手、渡辺チーム、松井選手、江村選手、店長、赤木選手。はい、まもなくスタートです。少々お待ちくださいね。切るかな。はい、じゃあ一周してください。どうぞ一周してください。1番、エンカリー、2番、エンカリー、3番、エンカリー、4番、エンカリー、5番、エンカリー、7番、エンカリー、8番、エンカリー。はい、じゃあ行きましょうか。はい、スターティングマーシャル、ありがとうございます。では、金売れワイドツーリングクラス決勝、B メイン8分間周回レース、スタートです。スタート、10秒前。きれいにスタート。ミス、ミス、ミスらしい、ミスじゃない。ミスだと走ってる。誰がやるか。誰もミスせえへんけど、言うたらミスしたから。あ、とめちゃんミスった。とめちゃんやってもだ。はい、これでトップ1、トップ中尾、2番手がコウキ、3番手パパ、4番手とめちゃん、5番手が松井、6番手店長、7番手江村、8番手赤木。お、これで2番手かかった。2番手パパ、あ、おきミスった。あ、ごめんだ、今の人入ってんじゃん。そんなんだ、入ってんじゃん。大丈夫、はい、トップは中尾、2番手が父、3番手がとめちゃん、4番手がコウキ、5番手松井、6番手店長、7番手犬村、8番手赤井。1位2位がだいぶ近づいてきた。ベストあんま変わらへんね、みんな。1、2、3、4まではあんまりベストか。残り6分。あれ珍しいです。はい、トップは中尾、2番手パパ、3番手がとめちゃん、4番手がコウキ、5番手松井、6番手店長、7番手犬村、8番手あたり。1,2,3,4 がほぼ等間。ちょっと1と2が広がったんか、後ろが詰まったんか。あー、止めちゃこけた。はい、トップは中尾、2番手とめちゃん、3番手が父、4番手がコウキ、5番手が、あ、変わってるんですよ。大きいのか、コウキやね。で、次、N村店長、赤木。あ、松田そうだ。
名前読めてんかった、うん、店長の後ろやね、松井さんが、うん、同一だろ、うん、同一同一、残り4分、ちょっと直しづらいの、トップは中尾、2番手が染ちゃん、3番手が光景ね、4番手父、これも飛んでんだな、光景飛んでんだ、重いなぁ、そうですか、何かしに変わらんと、あ、はい、はい、トップは中尾、2番手とめちゃん、3番手こう、4番手ちち、5番手えぬむら、6番手松井、7番手店長、8番手赤に、2位3位が近いね、とめちゃんとこう差がコンマ4秒、松井さん、6番手、店長7番手も近い、コンマ7秒、ああ、戻れないそれで2番手浩喜、3番手富ちゃん、4番手パパ、5番手江村、そこまで4台つながってる、立ち上がり2台、2台立ち上がり2台、トップは中尾、トップ中尾、2番手浩喜の差もだいぶ上がって5秒、あい、コメちゃんこけた、コメちゃんこけた、戻れない、コメちゃんの後ろにトップが来た、はい、トップ中尾、2番手光景ね、3番手止めちゃん、どうでもかな、まだここがかかってるかな、なんかこけてる、今の江ノ村さん、江ノ村さんやね、残り60秒、渡辺さん飛んでる、ほんまにこれ見るわね、直したらな、すごい重いね飛んでる、変なところに落ちたらな、固まるよね、うん、止まってるな、でもまあ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 走りきらないさないな、残り10秒、どうなんやろ、最後、まあ、とりあえず追い目に走っといて、ゴールももしかしたら入らないかもか、とりあえずちょっと追い目に走っといて、今のところ全然拾ってない、もうゴールしたかなっていうぐらいまで幅を走っといて、もう大丈夫やろ、え、順位は分かってる、いや分からへん、もう結構見たらだいぶ範囲止まってる、もう途中から動いてる、あ、マルキーも止まってるのか、ね、あー、まあ、もうこれはもう回復しようがない、うん、じゃあそんな感じで、はい、勝ち上がりの方ご準備ください、順位分かってるやんはい、じゃあ予選順で総10台をお選びください、お
はい、金売れワイドツーリングクラス決勝 A メイン出走ドライバーはかっちゃん勝田選手、凛太郎選手、片山選手、上松選手、ワッタン、勝ち上がりの中尾選手、渡辺知事、以上8台走行、8分間周回ですね。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。それではスタートです。止まった時はまあちょっとその時考えますよ。多分いけそうなんで、コツは掴んだ。さあスタートしました。キングワイドツーリングクラス決勝 A メイン、注目のオープニングラップ。さあトップで帰ってきたのはかっちゃん、2番手勝田選手。計測気つけてね、計測気つけてね。とにかくおっと、さあ最終クラッシュで勝田選手が一気に7番手まで交代。トップかっちゃん、2番手、これでカズちゃん、3番手凛太郎、4番手ワッタン、5番手中尾、6番手上松、7番手勝田、8番手渡辺知事。さあ序盤少しレースが動きました。トップはポールスタート変わらずかっちゃん、2番手にグリーンのマシン片山選手、3番手白赤丸ボールが凛太郎、4番手白ピンク丸ボールがワッタン、5番手白グリーンが中尾、6番手イエローグリーン上松、7番手白青勝田、8番手白蛍光グリーングラデーションが渡辺知事。残り7分です。序盤の1分が経過いたしました。トップかっちゃん、2番手カズちゃん、3番手ワッタン、4番手中尾、5番手上松、6番手凛太郎、7番手勝田、8番手渡辺知事。さあトップかっちゃん抜け出てきた、カズちゃんが食らいつく。その差が 0.7 秒差。さあ3番手、これで中尾が3番手上がってきた。さあ3番手バトル、少しクラッシュ音が響きました。中尾3番手、4番手凛太郎、5番手勝田、6番手ワッタン、7番手植松、8番手渡辺知事。さあトップかっちゃん、2番手カズちゃん 0.7 秒以前。3番手には中尾選手が抜け出てきた単独。4番手以降はトレイン状態。凛太郎勝った。さあ、渡辺知事、上松、ワッタン、渡辺知事の順。レースは残り6分です。2分経過、2分経過。トップ勝っちゃん、2番手カズちゃん。少し間が空いてきて1秒差。3番手中尾選手が前カズちゃんとの距離は 2.8 秒差。4番手に勝った選手。5番手凛太郎選手。ここがテールツーノーズだ。0.3 秒差。上松選手6番手が凛太郎の後ろ、同じく 0.6 秒。7番手ワッタンも 0.6 秒だ。さあ勝った凛太郎、上松、ワッタンがそれぞれ等間隔の4567。8番手に渡辺知が前との距離は少し間が空いてるか。残りは5分20秒です。レース残り5分20秒。トップ勝ちちゃん、2番手カズちゃん。さあその差は0.7 秒差。さあ1秒弱の距離で1位に。3番手には中尾 2.9 秒、4番手勝田が 1.9 秒、凛太郎がその後ろ1秒1、ワッタンその後ろ 0.3、 7番手上松が 0.5 秒後方。アートクッション。さあ1位にかっちゃん、かずちゃんがコーナー1つ分の距離というところ。レースは残り4分40秒です。残り4分40秒。8分間周回レース半分が経過しようというところ。さあ凛太郎、ワッタン、上松567。おっとクラッシュあったか。あっとクラッシュあるよね、あるある。あれをさばいてこそ。さあ凛太郎5番手単独、上松上がって6番手、7番手おっと、さあまだこっから、まだレースは残り4分10秒、まだ半分以上残っている。さあこっからこなしてこそ、半分でこの距離が空いたんですから、半分で縮まるかもしれない。のトップはかっちゃん、2番手かずちゃん、3番手中尾選手、4番手勝田選手。ここの距離が 3.2 秒。5番手凛太郎が 3.3 秒、6番手上松がそのすぐ後ろ、7番手ワッタン、8番手渡辺知事。さあクラッション。さあ残り時間は3分40秒です。レース残り3分40秒。さあ中尾勝田が出るつもりだ。
あーっと、ちゃんと回しお願いします。走ってる車優先ね。残り3分30秒です。残り3分30秒。トップかっちゃん、2番手かずちゃん、3番手これで勝田選手、4番手上松選手かな、いや入れ方4番手凛太郎、5番手上松選手、6番手中尾選手、7番手渡辺市、8番手渡辺。残りは3分10秒です。残り3分10秒。トップかっちゃん、2番手かずちゃん。さあここは変わらず0点、あっとかずちゃんちょいミス、しかしなんとか踏みとどまって0.8秒。トップかっちゃん、2番手かっちゃん、0.8秒差。レースは残り3分です。残り3分。8分間周回レース、5分が経過いたしました。金売れワイドツーリングクラス決勝 A メイン。あー、ラップマーカー入り乱れておりますが、トップかっちゃんが現在計測から最終コーナーストレートに入っていく。白赤のマシン。その後ろグリーン一色のマシン、かずちゃんが後方2番手。1秒差です。トップかっちゃん、2番手かずちゃん、1秒差。3番手には単独勝田選手は白青のマシン。4番手、その後ろ上松選手はイエローグリーンのマシンが後方 1.8秒差。3番4番勝った上松が 1.8秒差。5番手に中尾選手が4秒後方、6番手凛太郎選手が 0.8秒後方、ワッタンが7番手 1.6 秒後方、渡辺っちがその後ろ8番手レース、あ、ワンラップかな。さあ、おっと、さあ中尾がミス。さあこれで凛太郎、中尾が入れ替わった。レースは残り2分です。残り2分。8分間周回レース、残り2分です。6分が経過いたしました。依然トップグループ1秒という距離。かっちゃん、かずちゃん1秒差。ストレートの2台ですね。前を走る白赤のマシンがかっちゃん。その後ろグリーンのマシンがかずちゃん。1位、2位、トップグループになっている。3番手には勝田選手。そして4番手上松選手。3番手グループが勝田上松。現在計測。最終コーナーからストレートの2台、白青のマシンが3番手勝田選手、その後ろイエローグリーンが上松選手。さあテール2ノーザー、3番4番が近い。さあトップカズ、カズちゃん、2番手カズちゃんは 0.8 秒。レース残り時間は1分15秒です。残り1分15秒。さあ凛太郎、中尾も近い。一緒ね、一緒ね、もう一緒でいきましょう。さあ凛太郎、渡辺っち、中尾、ワッタン、ここ一緒。5678、5678、四つどもえ。残り1分、ラスト1分、ラスト1分。凛太郎、渡辺、父、中尾、ワッタン。さあ、四つどもえの5番手、さあ、クラスちゃった。さあ、これで渡辺、父が5番手に浮上。中尾、6番手、7番手、凛太郎、8番手、ワッタン。残り35秒です。レースは残り35秒。さあ、かっちゃん、かずちゃんも 0.7 秒。あーっと、さあ、転倒が出た。さあ、ラスト30秒。さあ、スタート直後から、1位、2位、おっと、かっちゃん、かずちゃん、最後の局面だ。残り20秒。さあ、トップテルズノーズ。さあ、残り10秒。トップグループはあと 1.5 周。さあ、ファイナルラップ入るでしょう。名前はまだ分からない。残りここで8分経過。タイムアップ、立ち上がるゴール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 、レッドコーチ、まだまだですよ。はい、電車ゴール、ワッタンが2体ね。はい、お疲れ様でした。トップゴールはかっちゃん、2位かずちゃん、3位勝田選手でした。カズちゃん良かったな。なあ。直して良かった。直して良かった。あ、そこ金復活じゃないですか。ねえ。壊れてない。ずっと壊れてて。ずっと壊れてた。分からないな、でも壊れて。何年間か壊れてた。いやでもそのカーテキ一番の。これ最初でしょうね。何年前になった。これでも多分ですけど、ないねんけどこのボディで。なんで買ったの。はい、お疲れ様でした。金曜レターンレースワイドツーリングクラス以上にて終了です。続きまして後半戦はオープンクラスを行います。令和3年12月17日金曜レターンレース後半戦です。よろしくお願いいたします。後半戦はオープンクラスを実施いたします。練習走行はすでに終了しておりますので、予選第1ラウンド第1位と間もなくスタートです。出走ドライバーは
とめちゃん、こうき選手、りんたろう選手、渡辺知事、中尾選手、かっちゃん、勝田選手以上7台走行。前列グリッド、とめちゃん、りんたろう、中尾、勝田。とめちゃん、りんたろう、中尾、勝田。4台前列グリッドにお付きください。まあ、もなくスタートです。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。キングレーオープンクラス予選第1ラウンド第1組3分間周回です。スタートです。スタート10秒前。さあスタートします。おっと、さあスタート直後絡み合った。さあこっからこっから、さあトップで帰ってくるのはどのマシンだ。トップは凛太郎、2番手中尾選手、3番手かっちゃん、4番手こうき、いや4番手渡辺知事、5番手こうき、6番手とめちゃん、勝った選手がピットイン、ボディ外れた。さあ序盤の30秒が経過いたしました。依然トップ凛太郎、2番手中尾、3番手にかっちゃん、さあクラッシュ、さあ立った、勝也が立った。どんまい、うまいな、余計のうまいな、みんな。さあトップ凛太郎、2番手中尾、3番手にこれで渡辺七、4番手とめちゃん、5番手こうき、6番手かっちゃん、7番手勝田選手。さあ残り2分です。序盤の1分が経過いたしました。トップ凛太郎、現在前半セクション白赤のマシン、その後方2番手中尾選手が1秒、いやこの周で少し広がったが、1位2位の距離はこれで 1.7 秒差。3番手渡辺知は中尾選手の後方 0.9 秒、4番手とめちゃん、5番手かっちゃんが 0.5 秒差、6番手にこうき、7番手勝田選手。レース残り間は1分30秒、折り返し地点です。3分間周回レース半分が経過いたしました。トップ依然凛太郎、2番手中尾選手が後方 1.2 秒、3番手渡辺知がその後ろ 1.3 秒、4番手とめちゃんが 2.7 秒後方、すぐ後ろにかっちゃん 0.4 秒、6番手こうき、7番手勝田選手。残り時間は1分10秒です。残り1分10秒。さあ3分間周回レース間もなく2分が経過いたします。トップ凛太郎キープ、現在ストレートから1コーナーに入っていく。白赤の丸ボールから2番手中尾選手が白蛍光グリーン黒のマシン、凛太郎の後方をこの周詰まった 0.7 秒差だ。3番手に渡辺知は白蛍光グリーン、2番手中尾選手との距離は 1.8 秒としている。4番手とめちゃん、5番手かっちゃんが依然テルツノーズ、6番手に後期、7番手勝田選手。レース残り時間は35秒です。残り35秒。さあトップ凛太郎、このまま守りきれるか。残り30秒、後方中尾選手が2番手、その距離は 0.6 秒差。残り20秒。さあキングレオープンクラス予選第1ラウンド第1組、まもなくゴールタイム、残り10秒です。残り10秒。さあラスト10秒、トップグループテールズノーザ。さあ凛太郎もう1周入るか、トップグループ入るか、もう1周もう1周。さあトップグループ2台ラストラップ、ここで3分経過。とめちゃん、かっちゃんゴール、渡辺っちゴール、ゴールゴール、レッドコーチゴールゴール、入ってきたゴールです。トップゴールは凛太郎を守りきました。18ラップ、3分7秒20、2位中尾選手は 0.1 秒差。が抜けた。はい、では続きましてオープンクラス予選第1ラウンド第2組ご準備の方をお願いいたします。はい、では続きましてオープンクラス予選第1ラウンド第2組出走ドライバーは赤木選手、江村選手、カズちゃん、上松選手、松井選手、渡崎選手、店長。前列グリッド、赤木選手、カズちゃん、上松選手、渡崎選手。赤木、カズ、上松、渡崎、前列グリッドにお付きください。はい、スタートマーシャルありがとうございます。それでは参りましょう。オープンクラス第2位と1回目スタートいたします。フライングにご注意ください。スタート10秒前。
やっと2コーナーで混乱がありましたが抜け出していったのは金カズ、2番手はパッ、あそして後方は赤木選手か、さあこれで順位変わりました。3番手に江野村翔、さあ最終コーナー絡んで上松選手、これで3番手か、いや凛太郎選手、江野村選手、上松選手、そして松井選手、赤木選手の方だ。さあキングカズ、そして綿崎選手がぐいぐいと逃げていきます。さあ後方ではシーカーがバトル、その先頭に立ったのが上松選手の P1。 さあコルベット、キングカズが復活ののろしを上げております。緑のコルベット爆走、ついに帰ってきたのかキングカズ、キングカズが帰ってきております。あーひっくり返ってる、はい、トップは綿崎選手、そして2番手に上松選手が上がってきました。これ余計なことせん方がいいかな、やばい。さあラップ平均上位2台が10秒台、綿崎選手、上松選手が10秒924、綿崎選手924、上松選手が 10, あ違う10秒8上げてきました。さあ上位2台がペースアップしております。3番手にキングカズ、4番手店長、さあキングカズ転倒、コース中央も転倒しております。松井選手転倒、さあ綿崎選手がちょっと後続を引き離しております。残り1分20秒、さあ綿崎選手も予想周回じわしゅう転倒、ラップ平均10秒664、さあかなりのハイペース、さすがの走りを見せております。マルボロカラーの 12C、 あっと転倒しております。2コーナー先、2コーナー先転倒しております。最高スクリア、綿崎選手は 10PX、 残り50秒、上松選手も10秒台キープ。3番手に店長、店長は松田、残り40秒、さあ綿崎選手とスタック、あ18周消えてまうか、残り30秒、あ消えない、大丈夫、あ消えてしもた、17周に落ちた、残り25秒、さあここで挽回できるかな、残り20秒、さあ挽回してきました、18周転倒、綿崎選手残り15秒、上松選手2番手キープ、3番手店長、4番手松井選手、5番手片山選手、6番手江野村選手、7番手赤木選手で残り10秒切りました。オープンクラス第2位と1回目、はい、ここで3分経過です。ここからゴールになります。松井選手ゴール、片山選手、江野村選手ゴール、レース続行中です。上松選手ゴール、レース続行中ですよ。店長ゴール、またです。赤木選手入りました、全車ゴールです。はい、トップゴール綿崎選手、18周3分09秒450でした。今日はありがとうございました。あ、集計もまだ重ねてる、さすが。はい、では続きましてオープンクラス予選第2ラウンドご準備の方お願いいたします。第1ラウンド集計出まして、14台エントリーの上位6台、お、凛太郎暫定ポール、18アップ3分7秒、そして暫定に中尾選手、なんで今シーンとしたの、暫定ポールって言ったらすごいよ、頑張れ。さあそして、暫定2位中尾選手、暫定3位マッタン、暫定4位トメちゃん、暫定5位カッチャン、暫定6位渡辺千島根が暫定 A シードとなります。暫定7位上松選手が17分3分4秒、渡辺千島根が17分3分2秒ですので、この間に暫定 A シードのボーダーラインがございます。では続きましてオープンクラス予選第2ラウンド第1組、まもなくスタートです。出走ドライバーはとめちゃん、こうき選手、りんたろう選手、渡辺ちち、中尾選手、かっちゃん、かった選手、前列グリッド、こうき選手、渡辺ちち、かっちゃん、こうき、渡辺ちち、かっちゃん、前列グリッド3台お付きください。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参りたいと思います。キングレオープンクラス予選第2ラウンド第1組3分歌集会です。スタートです。スタート10秒前、スタートしました。おっとさあ1コーナーアウト側でガシャガシャと、さあ多大数が環境クラッシュ、さあその間抜け出てきたのはカッ
ちゃんトップ、2番手勝田選手、3番手争いは渡辺父、中尾、おっと、こう見せて、あ、とめちゃん、こうき、凛太郎。あ、修正変わるからね。修正はレース終わってからです。さあレースは序盤45秒が経過しようというところ。トップカッチャン現在ストレートから1コーナー。おっとさあ中盤で苦しかったか。2番手勝田選手が後方 1.2 秒。3番手中尾選手が 1.2 秒後方。4番手はとめちゃん、こうき、渡辺っち、凛太郎の順か。さあ、序盤の1分が間もなく経過しようというところ、3分間周回レース。残り2分です、残り2分。トップかっちゃん、2番手勝田選手、3番手中尾選手、4番手とめちゃん、5番手こうき、6番手凛太郎、7番手渡辺っち。渡辺っちがちょっとヒットインか。さあ、レース復帰。さあ、1コーナー飛んだ。さあ、かっちゃん、通行の転倒1コーナー。これでトップ変わって勝田選手、中尾選手は2番手に浮上、かっちゃんが3番手に交代、4番手とめちゃん。さあ勝田、中尾、かっちゃん、とめちゃん、こうき。さあ面白くなってきた。おっとさあ上位陣ちょっとお見合い状態か。勝田、中尾、そしてかっちゃんが追いついてきた。さあとめちゃんもまだまだ前の世界の背中見えている。トップグループだ。こうきもそのすぐ後ろ。さあ1から5位、1位から5位までがトップグループを形成するか。さあ勝った踏ん張り切れるか。残りは間もなく1分となります。2分経過、残り60秒。さあオープンクラス予選第2ラウンド第1組。さあ苦しいトップ5、勝った中尾、勝ったあっと中身。さあ落ち着いて5番手に戻ります。残り45秒。さあまだまだレースタイムが残っている。さあ勝田選手踏みとどまれるか。かっちゃん、とめちゃん、中尾、こうきの順1、2、3、4、5。そして6番手に凛太郎、7番手渡辺七。レース残りラスト30秒。さあラスト30秒、勝田、おっとさあクロション。さあ勝田このまま守りきれるか。かっちゃん、とめちゃん、中尾、こうきの順。さあ凛太郎がピットイン。残り15秒。残り10秒。さあラスト10秒残る。さあトップグループはもう一周入るでしょう。残すところの2位。さあ入った入った。1位のここで3分経過。各社ファイナルラップ。あ、計測頼むで。まあ、それで計測潰れたらどうすんねん。さあ連続中、あっと5番、5番、7番、5番、3番。はい、凛太郎まだまだレース中やけど、一応一応レース中。はい、お疲れっしょー。トップは勝田選手、18ラップの3分7秒18。さあ、どの辺入ってきたでしょうか。1回、第2ラウンド第1組集計出ました。さあ、勝田選手が暫定ホール更新。もうちょっと待って。そんな微妙ない。さあ、第2ラウンドの第1組で揃いまして、続きまして第2組ご準備ください。さあ出走ドライバーは赤木選手、江村選手、片山選手、上松選手、松井選手、綿崎選手、店長。前列グリッド、江村、松井、店長。江村、松井、店長、前列グリッドにお付きください。はい、スタートマーシャルありがとうございます。それでは参りましょう。オープングラス第2位と2回目3分スタートいたします。フライングにご注意ください。スタート10秒前。びっくりした今の。なんだ。さあ飛び出していったのは上松選手。2番手に店長か。さあ店長が乱戦を抜けていく。あ、後ろではまた乱戦。しかしさあここで渡崎選手、江村師匠は立ってもうた。さあ混戦を抜け出したのはやはり渡崎選手。テンピ X がなせる技か。やっぱ10チャンネルもあったあの混乱抜けれるんでしょうね。さあ後ろ店長、上松選手がワッタン X を追いかけます。さあ上松さんは10、10、10、10、上松10、上松10。
さあ、そして店長が3番手。復活のキングカズは4番手。あーっと、N村師匠、店頭が乗っかって持てるの、あ、大丈夫、はい。はい、1分経過。そこ、安田崎選手が、さあ、先ほどのはちょっと超えてないか。超えてるか。18周転倒。さあ、安田崎選手、これ暫定ポールちゃうかな。あ、違うわ。いや、違う。違う、あの、レース結果開きたいんですけど、パッて開いたら、パッて止まったら嫌やなと思って。さあ、綿崎選手、これいいペース。上松選手も18周転倒。3番手、店長。4番手、金カズ。5番手、松井選手。6番手、赤木選手。7番手、江村選手で、残り1分15秒。さあ、上位2台は18周転倒しております。さあ、18周の7秒がずらーっと並んでおりましたが、A メインはまずそこ入ってこないといけないか。さあ、綿崎選手、上松選手、食い込んでくるのか。綿崎選手、非常にいいペース。上松選手も乗れております。さあ、キングカズは17周予想。店長も17。松井選手までが17。N 村師匠が16周、赤木選手15周予想で残り35秒。さあ、綿崎選手、一瞬ラップ平均が10秒に叩き出してましたが、さあ、ここから上げていけるか、N 村師匠をかわしていく。さあ、非常に乗れているぞ、綿崎選手。残り15秒。ああ、ここでスタックちょっと下がったか。あ、でも大丈夫。残り10秒。逆に上松選手がぐっと詰まってきた。さあ、詰まってきたぞ。残り5、4、3、2、1の、ここで3分経過です。赤木選手ゴール。片山選手ゴール、店長ゴール、松井選手ゴール、レース続行中です。はい、全車ゴールです。はい、トップゴール、綿崎選手。3分07秒940。抜けてなさそうですか？大丈夫です。大丈夫です。はい、ありがとうございます。では、オープンクラス予選集計結果出まーす。はい、どん。はい、勝田凛太郎、中尾勝也、わったん、とめちゃんまで。A シード確定です。では、ご準備でき次第、決勝、B グループスタートいたします。では、続きまして、金売れオープンクラス決勝、B グループ、まもなくスタートとなります。スターティングで1番グリッド上松選手、2番グリッド浩輝選手、3番グリッド渡辺っち、4番グリッド片山選手、5番グリッド店長、6番グリッド松井選手、7番グリッド N 村選手、8番グリッド赤木選手、スターティンググリッドにお付きください。はい、それでは参りましょう。オープンクラス決勝 B メイン8分スタートいたします。フライングにご注意ください。スタート10秒前。さあ、綺麗に戻ってきております。B メイン。さあ、ボディを変えた上松選手がトップキープ。2番手に浩輝選手。そしてパパ、キングカズ、店長、N 村師匠、松井さん、赤木さんのオーダー。さあ、上松選手ベース握っていたが、さあ、ボディいきなり変えてもさすがです、上松選手。そして浩輝選手がそれを追います。さあ、上松選手はもう9秒台入っちゃいそうなペース。10秒フラット。しかし浩輝選手がぐっと寄ってくる。あ、しかし浩輝選手ミス。さあ、パパとキングカズが浩輝選手の後ろ寄ってきました。あ、店長 N 村、あー、1コーナー、1コーナー、はい、クリア。残り7分。さあ、これで上げ、あー、 N 村師匠乗っかってモーターコース中を乗っかっております。やられた。はい、もうクリアです。さあ、順位整理しましょう。トップは上松選手、2番手浩輝選手、3番手にキングカズ、4番手に松井選手だった。
5番手渡辺パパ、6番手店長、7番手赤木選手、8番手江村師匠。さあ1分30秒経過。トップの上野選手は後続との距離 2.8 秒。今インフィールド入ってきた車。さあ2番手幸喜選手が今インフィールド入ってきております。さあ 4.5 秒に広がった。さあこれは勝ち上がり2名かな。上松選手と幸喜選手がその勝ち上がり圏内、それを追うのがキングカズ、3番手コルベット。幸喜選手との差は 2.6 秒。そしてキングカズの 1.7 秒後方に店長、寺田洋次郎の松田で爆走。さあしかし江村師匠にいじめられてミス。さあそれをかわしていったのがトップの上松選手。上松選手は4番手店長までラップ。そして2番手幸喜選手との差は 3秒。ちょっと詰まったが、しかし安全圏内。ここは2人して安全牌で勝ち上がるか。さあその幸喜選手を追いたいところの片山選手ですが、 4.4 秒差とちょっと広がった。さあ店長と渡辺パパが近い、 0.4 秒差。さあ店長しのぎ切れるか。残り5分切りました。4分50秒。さあ上松選手幸喜選手ともに9秒台突入。9秒94。上松選手、幸喜選手が9秒96。さあ飛ばしてきております。オープンクラス B 面、まもなく折り返しの4分になろうとしております。勝ち上がり上位2台、トップ上松選手、2番手幸喜選手は9秒台連発でどんどんと逃げていきます。3番手キングカズ、さあその差は2位幸喜選手と 5.5 秒差。そしてその 3.8 秒後方に4番手渡辺パパ、そしてその 3.4 秒後方に5番手店長、そこから6秒離れて6番手江村選手、そして江村選手のコンマ4秒後方ガチです、7番手松井選手、そして8番手赤木選手です。さあ折り返しの4分になりました。あーコース手前側、中央手前側転倒しております。赤木選手でしょうか。さあなかなか入れない、手前にマーシャルがいませんのでちょっと時間がかかりますが、はいナイスマーシャル、はいありがとうございます。コースクリア、赤木選手も先手を切っていきました。残り3分30秒。さあ上松選手はペース掴んでおります。幸喜選手との差を 4.3 秒と広げて堂々のトップ走行。さあ2番手幸喜選手も渡辺パパの後ろに入っておりますが、2番手、3番手片山選手とは8秒差。さあかなり差が開いております。2番手と3番手はほぼ1周になろうとしております。さあよほどのトラブルなければこの上位2台が勝ち上がってくるか。オープンクラスで B メイン、残り3分。さあ上松選手は急遽ボディを変えても快走を見せております。さすがは名手上松選手、久々のキングレー登場ですが、やはり速いぞ上松選手。そして2番手幸喜選手もヤングパワー炸裂です。やはり9秒台バチッと出してくるあたりさすがですね。さあラップ平均も上松選手は10秒3、幸喜選手は10秒4。さあ予選でもトップどこのアベレージでもう6分近く走り続けております。さすがです。さあ決勝 A 面に向けて感触がっちり掴んで勝ち上がりたいところ。残り2分10秒。さあ3番手片山選手またちょっと開いたか、9秒差、ワンラップとなっております。さあしかし後ろで幸喜選手いじめちゃうのか。残り2分。さあ近いところはちょっとなんか、キングカズと渡辺パパが 1.8 秒。さあパパがストレート1本分ぐらい、さあキングカズに迫れるか。
さあ飛んでったのはゴーキ選手が飛んだかな。大丈夫大丈夫だな。ライオンっぽいね。飛んでるか。あ、飛んでる。あ、飛んだな。はい、ゴーキ選手は後で刺します。バーッとコース左側転倒やけど大丈夫。はい、残り1分15秒トップウィマン選手、2番手コーク選手。さあ残り1分になりました。いよいよ終盤になっております。オープンクラス B メイン。あー、ウィマン選手話しかけるしや。全部言うんですか。残り50秒。さあ上松選手、さあ光輝選手が抜いた。上松選手どうした。残り40秒。上光輝選手と2番手上松選手。はい、残り30秒です。残り30秒。はい、残り20秒トップ入れ替わりました。コーク選手がトップ、2番手上松選手、3番手片山選手、4番手渡辺パパ、5番手松井選手、6番手犬村選手、店長赤木選手のオーダーで残り5秒。あれ、あ、ほな足しときます。はい、ここで8分経過です。ここからゴール、上松選手が、あー、犬村師匠ゴールできて、ゴールできて、また飛んだ。はい、レース続行中です。はい、前者ゴールです。はい、トップゴールは全部一緒だよ。そうや、これどこやったっけな。あ、これね、レース終わった後は、追加しかできへんから。できへん。あ、追加できねえ。な、何本抜けてました。後期は1回だけ。後期は 1回で、N 村師匠は2回抜けてます。途中と一番最後に自分で抜けていきました。抜けていきます、ね、僕に譲ってくれます。ここ最後のプラス。はい、では A グループの方ご準備してお待ちください。勝ち上がりは、後期上松なのかな。後期上松ね、1位ね。はい、勝ち上がりは後期上松、ご準備くださいね。まあ、ちょっとミスカウントあるかもしれませんが、 N 村師匠ね、もう回はどうでもいいんで、マイラップとりあえず印刷だけしときますんで。はい、では、ポールポジション勝田選手から操縦台を選ぶください。はい、ではスターティングリードをつけください。コースオープンです。1番エントリー。では参りたいと思います。金売れオープンクラス決勝 A メイン8分間周回レーススタートです。スタート10秒前。あ、おっと、さあクラッシュ、なんかどっかで見たクラッシュやった。こっからこっから。さあ、1コーナーで少しクラッシュがありましたが、スタート直後トップ勝った。おっと、計測切っててね、松井さん、計測の線切っててね。はい、ありがとうございます。さあトップ勝った、2番手かっちゃん、3番手わっちゃん、4番手りんたろう、5番手とめちゃん、6番手上松選手の、あっと、さあ中央クラッシュ、7番手に後期、8番手中尾選手。さあトップグループ勝ったかっちゃんが抜け出てきた。現在後半セクションから計測ストレートに入っていく2台が1位に、3番手少し間が空いて白ピンクワッタン、4番手に白い松田七七なんだが止めちゃん、5番手凛太郎、6番手上松、7番手後期、8番手中尾。さあレースは序盤の1分が経過いたします。残り7分、残り7分です。オープンクラス決勝 A ミン波順が周回レース、トップ勝った2番手かっちゃん、3番手ワッタン、4番手とめちゃん、5番手りんたろう、6番手上松、7番手中尾、8番手コウキ。さあ残りは6分40秒です。残り6分40秒。さあ依然トップはテールツーノーズの 0.3 秒差。おっと、さあクラッシュがちょっとあった。大丈夫、もうこれで止まったらそこでレース終了な。さあトップ勝った2番手かっちゃん、依然 0.3、 あと中央セクション点灯。もうゆっくりでいいよ。
走ってる車と計測が全て優先で、計測気をつけてくださいね。さあレイさん残り6分10秒です。トップ勝った2番手かっちゃん、現在ストレートから1コーナー、ワッタンもすぐ後ろ 0.7 秒でつけている3番手、4番手に上松選手、おっと、さあトップクラッシュ、さあ戻れない、さあ上松抜けられなかった、さあこれでトップワッタン、白ピンク色のシーン、さあ上位陣が大波乱、2番手に勝った選手が後方 1.4 秒、3番手にトメちゃん、4番手上松選手、5番手かっちゃん、6番手中尾、7番手ミスカンとかリンス太郎、いやちょっと整理しますよ、レース終了後ね、残り5分30秒です、レースは残り5分30秒、上松かっちゃん、トメちゃん、コウキ、中尾かな、でリンス太郎か、さあトップワッタン、混乱をうまく利用して2番手、勝った選手の距離は 1.8 秒、あこれはチャンスありありだ、そして3番手にはかっちゃん、4番手とめちゃん、さあチャンプ争いのかっちゃん、とめちゃん、3番4番、レース残り時間は5分ですね、残り5分3分経過、トップワッタン、白ピンク色のマシン、2番手に勝った選手が後方 1.9 秒、さあレースはまだまだ半分以上残っている、残り4分30秒です、オープンクラス決勝 A メイン、さあ中盤で波乱がありました、これでトップワッタンが現在ストレートを走る白ピンク色のマシン、その後ろ2番手勝った選手は白青のマシン 1.7 秒、3番手にあっと、さあ計測飛んでった、さあこれでトップ勝った、2番手ワッタン、3番手に中終わったな、残り4分です、残り4分、ちょっともうミスカウントばっかで分かんないんで、で計測が抜けた、終わりやし、もう松井さんめっちゃ計測の線いっぱい踏んでんだけど、気をつけてくださいね、計測の線踏まないでくださいね、え、あ、聞こえてへんの、松井さん、あの計測のライン踏まんといてね、松井さん計測のライン、え、踏んでるやろそれ、踏んだらあかんで、踏んだらあかんで、うん、了解、残りだけ言うていきます、残り3分10秒、あとはもう好きにやってください、とにかくトップが変わってそうやね、トップが変わってるね、残り3分、残り3分、順位はもうあんま分かんない、まあ大体走ってると分かるでしょう、残り3分切りまして残り2分50秒、トップグループは間違いなく現在ストレート2台、勝った、割った、3番手、たぶん、かっちゃん、とめちゃん、中尾くんはワンラップかな、同一かもしれない。さあ、残り2分30秒です、残り2分30秒。あったー、さあ、クラッシュ。さあ、これでとめちゃん抜けた。おそらく3番手。4番手はどうなった、こう、上松かな、上松4番手っぽいな。後期中尾らへんがちょっとわからん、残り2分10秒、とにかくトップ争いは勝った、割った、間違いない、現在中盤セクション、青の前を走るのは勝った選手、その後ろピンクが割った2番手、残り2分です、残り2分、カット入れ替わった、カッチャン、いやミスター、さあカッチャン、トメちゃん入れ替わって、さあその辺分からん、あ、なんか取れた、何それ、さあ残り1分30秒、さあちょっと何かパーツが脱落したが、とりあえず1位2位は間違いない、勝った、割ったんが1位2位、
さあ、ラップマーカーに揉まれまくっている。これをどうにかしてこそ、トップ争い。残り1分10秒です。あっと、ある、そういうこともある。さあ、勝った、抜けた。ここが強みか。勝ったトップ2番手は、ラスト1分、まだ分からないレース展開。残り1分です。さあ、トップ勝った2番手割ったん。3位以降は、トメちゃん3位かな。トメちゃん、上松が同一っぽい。残り35。お、さあ、勝った割ったん。一気に。30秒。ラスト30。残り10秒3、2、1、タイムアップ。まだ上松さんがまだいいね。はい、お疲れさー。はい、ちょっと修正入れますが、それ優勝は勝った選手だね。ああいうこともある。それでいい。いやいや。ここで何周あるか見てからここで直すんだから。これで見つかんのなしだよね。これまたもう大丈夫。はい、ではオープンクラス順位確定です。トップゴール勝った選手、2位ワッタン、3位トメちゃんでした。お疲れ様でした。以上にて本日金曜降り旅終了です。